クラウド。さて、聞かせてもらおうか。お前さんとセフィロスの因縁をよ。ティファ、全部話すぞ。うん、私は大丈夫。5年前、俺は16歳だった。もうソルジャーにはあまり出番がなくて、あっても気の乗らない任務が多かった。そんな中、命令が下ったのだ。英雄セフィロスが一緒で、俺ははしゃいでいた。すごい雨だな。おい、気分はどうだ？大丈夫。辛そうだな。俺、乗り物酔いなんて経験ないから分からなくて。準備は OK？ OK、OK。今回の仕事を教えてくれよ。またタークスみたいな仕事だったらやってられないからな。ほう。せっかくファーストになったのに、休戦協定で戦争は事実上の終結。俺は活躍の舞台を奪われたんだ。あんたみたいな英雄になりたいのにさ。この任務は老朽化した魔航路の調査。残念ながらタークス案件に近い。まあいいや、仕事があるだけマシだな。現場はどこ？ニブルヘイム。え？ニブルヘイムは俺の故郷だ。おっと、進行方向にモンスターです。行くぞ。クラウド、そっちは任せる。セフィロスの強さは別格だった。